でいっぱいですけれども、あ、それでですね、これなんですけれども、このスコットランドのフラッグをしたですね、ソニーエリクソンのですねエクスペリアで撮ったんです。このまま原寸大なんですけれども、私のレフトレッグのカーフのところにですねできたところ、そしてその、まあ、こちらイランの、 あのホルムズ海峡のですね、ところがシンガポール でチャイニーズアイのところが、チャイニーズシーのところがですねイメージスラインとなっていて、今あのこちらの画像をいっぱいあの、載せてるんですけれども、まるでなんかあのお話を絵本を読んでいただいているようなですね、そうした動きがあって、なんだろうと、あ、ミクロの世界で何かその SOS とか言ってですね、伝えて、あの一文字のように伝えてるのかなと思うんですけども、であのソニー製品はですね、au、NTT ドコモ、ソフトバンク全部これなんですね。私このとっても気に入っていて、あのこのピンクベージュのですね、あのとっても可愛らしいっていう、そしてですね、まあ、それでマレーシアエアラインズの時もですね、ツイッターにのアップした後だったので、あの IAM と書いてナンバー0って ARB アラブ0と、しましたけれども、それでですね、その後必要にて日本のテレビ関係、芸能関係、 J-ROCK ですね、J-POP じゃなくて J-ROCK ですね、で突き回されるようになりまして、まあ、今6年半経ってようやく7年近くなって、ようやくこれを説明できると、いうことなんですけれども、そしてですね、このぴったりとウエスト東京の、テレビショービズの方のですね、あの、まあ、カルト化したテレビショービズの芸能界とか、あの IT にも、もう潜り込んでますけれども、そうした方々を揶揄するようにですね、このままコピーしているんですね。